フレットレスベースプレイヤーの藤村達也です。フレットレスベースっていうのは結局何なのかというと、エレクトリックベースっていうのはそのフレットがついてあるんですけど、そのフレットを抜いたものがフレットレスベースっていう楽器になります。音色が甘くなってよりこうメロディックなことができるような楽器になってます。いろんな思いはあるんですけど、自分の手で音を作り出せる感覚がある、それが一番フレットレスを弾いてる理由にはなります。フレットレスだけを弾くようになってもう2年目3年目になるんですけど、フレットがついてる楽器を弾いてたんですけれども、まあ、ある日フレットレスを弾くときになんかこう自分の中でこうビタッとはまる感覚があって、フレットレスでもいいんじゃないかなって思い出したときに、今使っているフェンダーのジャズベースと出会いまして、そこから弾くようになりました。できてたこともできなくはなります。例えばスラップとかは楽器の都合上できなくはなるんですけども、それを補ってあまりあるほどのフレットレスには表現力とかがありますので、そこに僕は惚れ込んでおります。これから先もずっとこうフレットレスベースを弾いていくと思います。よければライブとかにお越しいただければなと思います。ぜひ僕のフレットレスベースを聴いてください。ありがとうございます。藤村達也でした。